たらミャンマーに行きます。ミャンマーの北の方にニャンシェという小さな町があって、そのほとりのリメンバーインっていうところに泊まりたいです。ニャンシェでは俺が世界中で一番好きな市場、俺が一番世界中で一番好きなビアホール、世界中で一番好きな宿があります。今ウクライナのことばっかりになってるけども、俺大好きな大好きなミャンマーのことが気持ちにまだまだあって、作ったリメンバーインというしっとりした歌からこれだったんですよ。リブを始めさせてください。こちらのバンドの原蔵は実は日本有数代表するカリンバ奏者です。
自由に飛び交う鳥になれたり、いつまた訪ねて